三つ星商会と大商会連合が争う中で暗躍する謎の男、ジョン・スミス。彼は正体を隠し、単独でミッションを遂行する。僕は組織を救うために組織を裏切るスーパーエリートエージェントなのだ。最高にかっこいい。帽子おかわり。何やってんだこいつ。ボスおかわり、おかわり。ボスキツネ臭い。キツネと遊ぶ。キツネ狩りをしていたんだ。カリデルタもする。残念、キツネはもう飼ってしまった。あとそろそろ降りなさい。いや、デルタはなんでオートにいるの。デルタは今日は早起きしてお肉をたくさん食べて久しぶりにオートに来たの。デルタはなんでオートにいるの。デルタは狩りをしていたの。なぜ狩りをしていたの。デルタはたくさん飼ったの。ボスも一緒に狩ろう。なぜ狩りをしていたの。アルファ様がそうしろって。ボスも一緒に狩ろう。アルファがそう言ったんだ。うん、ボスも一緒に狩ろう。何を買っていたの。盗賊。ボスも盗賊狩り好き。うん、盗賊狩りは僕も好きだ。一緒に狩ろう。今すぐは無理かな。いや、狩ろう。待て待て、デルタも何か用事があってオートに来たんじゃないの。用事。アルファに呼ばれてたりしない。アルファ様。忘れてた。忘れてた。怒られる。早く行った方がいいよ。でも盗賊狩り。デルタを見てると前世で飼っていたペットのジョンを思い出すんだよな。